ビルリンクスが人をイラッとさせるポイント。3倍でモブ狩りすると必ず1人余る。おし、今日もモブ買ってっか。よし、勝ち。よし、勝ち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 。次。よし、これで終わったかな。さーて、ワールドのモブはあと、なんで1人余ってんだよ。なんでここ1人余ってんだよ。おかしいだろ。ゲートがオートデュエルに対応していない。モブはオートデュエルあるんだよな。よしよしよし、とりあえずレジェンドデュエリスト狩るか。レジェンドデュエリスト狩るとな、なんか報酬とかいっぱいもらえるんだけど。あれ、オートデュエル、あれ、なんでデュエルしかねえんだよ。なんでデュエルしかねえんだよ。ここオート用意しとけ。オートくんの頭が悪すぎてそこら辺のモブに負ける。さあ、まずは旋風発動。旋風発動、なんでシンプルにブラスト召喚してんだよ。ほらー、こうなるじゃん。なんで旋風を発動しない。なぜ初手で魔法カードを発動しない。死んでんじゃねえか。頭悪すぎだろこいつ。スキル入手の方法が基本的に対人戦かオート対応をしていないレジェンドデュエリスト戦しかない。さて、今日もスキル掘ってっか。めんどくせえな。さあ、相手はどんなデッキなんでしょうかと。さあ、相手のドローフェイス、ホットじゃねえか。ホットじゃねえか。なんでこのゲームのフリー対戦ボットしかいねえんだ。この相手にさ、無限にさ、ブラックフェザーでさ、ワンキルしてスキル掘ってる作業、人外すぎるだろ。人外作業すぎ。マジでふざけんな。ランダム湧きイベントで発生するレベル30とかいう存在いる？こいついる？やなくね？くだらぎの顔。確かに常に起こり続けるルームバグ。あ、感染できねえじゃねえかよ。もう大会始まってんだよ。どうなってんだよこのゲーム。フリー対戦と対人イベントは基本的にボットの巣窟。フリー対戦の対戦履歴をご覧ください。うん、通常モンスターボット、エレキボット、エレキボット、通常モンスターボット、ボットしかおらん。城之内が負けた時の変なポーズ。確かに禁止カードの補填が全然補填になってなかった。禁止カード交換機能実装か。ショップで購入したカードパックに含まれるカードがリミットルゲーションの禁止カードが適用された場合、該当の禁止カードが収録されているメインボックスまたはミニボックスに含まれる同レアリティのカードと交換することができる。なるほど。ということは局所的ハリケーンはランページオブザフォレストの SR カードと交換できるんだな。やった、ちょっと見てみよう。さて、ランページオブザフォレストの SR といえば、はん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 、なるほど、いらねえ。オブライエンの位置。さあ、僕とデュエルよ。イエスサー。お前そこどけ、お前そこどけ。